日本、イギリス、イタリア3カ国で急ピッチ開発している次期戦闘機開発ですが、無人機の全く新たなシステム開発するとの情報をキャッチしました。今回は、日本の F3 戦闘機開発は大丈夫か、で詳しく見ていきます。第6世代戦闘機開発は、どの国も、まだ現実味が出てきてないけど。これは、本当に、横浜のガンダムが動き出す、可能性が出てたよね。2022年12月9日、日本、イギリス、イタリアの3カ国は、次世代戦闘機を含む、新たな航空システムの開発を行うことを公式に発表し、同時に、このプロジェクトの名称を、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムとすることを告げた。GCAP、グローバルコンバットエアプログラムとは、あえて日本語で表現するとすれば、世界的な規模での新規戦闘航空システムの開発とでも言うべきか、有人どころか戦闘機単体での開発も試行していないように映る。それは、今後の航空戦闘のあり方等を俯瞰して考えた場合に、有人戦闘機単体での開発を目指していないことを対外的に示す意図があるのだと思われるが、無論、今現在保有、運用中の有人戦闘機の代替は必須となる。日本の場合は、それは、アメリカとの共同開発を行った F2 であり、イギリスとイタリアの場合は、この2カ国に、ドイツとスペインが加わり、共同開発を行った、ユーロファイタータイフーンの代替を担う、有人戦闘機となる。しかし、あえて、これらのいわゆる 4.5 世代機と呼ばれている、有人戦闘機の代替機を開発するだけのプロジェクトとしなかった理由は、今後の次期戦闘機が行うと予期されている複数の無人航空機の完成機能を前提としているゆえであろう。今回の GCAP、グローバルコンバットエアプログラムに限らず、その他の次期戦闘機開発を見渡してみても、今後の有人戦闘機は複数の無人航空機を完成、随伴させて従来以上の広い任務を遂行すると考えられている。さらに、将来的には、この構想が完全に機能することが立証されれば、航空戦力における有人戦闘機の占める比率は著しく低下し、その大半が無人航空機によって担われるとの見方も大きく、航空戦力の捉え方が激変する可能性もあるだろう。それもあって、今のところ、E 第5世代機の次となる第6世代機は、有人戦闘機の開発としては最後となるだろうと予想する軍事関係者も一部にはあり、第二次世界大戦後に段階的に進歩を続けてきた戦闘機の最終形になる可能性すら指摘されている。GCAP、グローバルコンバットエアプログラムにおいては、そこで生み出された有人戦闘機を2035年までに日本やイギリスは実戦配備する方向で進めるとしているが、今が2023年であることを鑑みれば、残された時間は多くはない。ちなみに、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムで開発される有人戦闘機について、イギリスの現、ウォレス国防大臣は第6世代戦闘機であり、現行のいわゆる第5世代機の能力を大きく凌駕するものになるとの認識を崩してはいない。その反面、アメリカ空軍もかねてより、開発が噂されてきた NGAD、ニュージェネレーションエアドミナンスの実用化を、2040年前後を目途に実施する方向だと召されているが、彼らの GCAP、グローバルコンバットエアプログラムを見る視点はいささか異なるようだ。F2 にラプター、そして、今や、西側諸国の、いわゆる第5世代戦闘機のデファクトスタンダードともなった F-35 ライトニング2を要するアメリカは、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムが開発する機体を第6世代とは捉えていない模様だ。
彼らからすれば、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムで生み出される機体は、いわゆる第5世代の域を超えておらず、自国が実現しようと考えている次世代戦闘機とは、どうに論じる対象とは見ていないようだ。そもそも、いわゆる第5世代機と呼ばれている有人戦闘機の特徴とは、機体自体に高いステルス性能を備え、かつ高精度で強力なレーダーセンサ類を持ち、それを生かす火器管制システムと並走を実現していることが挙げられていた。これらによって、いわゆる第5世代機は敵の複数の航空機に先んじてそれらを発見、探知した後、強力で高精度な空対空兵装を使用して一方的に排除することが可能と定義され、それを体現させたものとの認識が行われてきた。いわゆる第5世代機は、これに加えて従来の第4世代機がアフターバーナーを使用しなければ不可能だった超音速巡航が通常飛行で可能という項目も当初は含められていたが、これは後には必須の条件からは外れたとみなせる。 F2 にラプターはこの超音速巡航能力を設計当初から組み込んで開発されたが、 F35 ライトニング2においては結果的にはこれも満たしたことは事実だが、高精度で強力なレーダーセンサ類とその火器管制システムと並走の方が重要視された。これはいわゆる第5世代機においては、機体単体での高機動性を追求するよりも高度なアビニクス類を実装することで空対空戦闘をはるかに優位に進めるということに重きを置いたものと解釈され、大きなコンセプトの進化だと思われる。また一部で実際にアメリカ軍の F-35 ライトニング2等を扱った搭乗者たちの指摘によれば、同機が持つ高度なステルス性能とはいえ、完全に敵のレーダーセンサ類での探知を防止できるわけではなく、その後の状態の方が重要だという。これは仮に F-35 ライトニング2が敵側のレーダーセンサ類で探知されたとしても、次の行動としてその情報をもとに敵側が追尾して撃墜する火器管制システムや兵装の使用に至らなければ、撃墜されることはないことを意味している。こうしたいわゆる第5世代機、つまりは今のアメリカの主力戦闘機である F-35 ライトニングに力が、そうした概念通りに能力を発揮させるのか否かは、実際の空対空戦闘に投入されない限りは、証明は困難な領域だとは思われる。また、F-35 ライトニングには、その高精度なレーダーセンサ類で収集した情報を、友軍の他の戦力、航空機や艦艇との相互でのデータの活用を行うことを目指しており、自身が直接的な攻撃を担わずとも、その排除を行うことが目的とされている。また、その高精度なレーダーセンサ類を使用して、F-35 ライトニングには、強力な電子戦を仕掛けることも可能になると見さされており、専用の電子戦機が担当していた領域にまで、今後は踏み込んでいくと予想されている。こうした点が実施に可能となるということを前提として踏まえるならば、いわゆる第5世代機と言われている F-35 ライトニング2が、航空戦で担うと来る領域は大幅に拡大し、アメリカ側が GCAP、グローバルコンバットエアプログラムを先進的と見ていないこともうなずける。GCAP、グローバルコンバットエアプログラムにおいて、日本が期待している最大の機能といえば、現行の F2 が担っている強力な空対艦攻撃能力の付与であり、同機を F-16 ファイティングファルコンを土台としつつ開発した時点と大きな変化はないようにも感じられる。イギリスも日本と同じ島国であり、
最大の仮想敵国であるロシアの艦艇に対しする空対艦攻撃能力の付与は必要だとは思われるが、日本が置かれている領海の防空に比べれば、そのカバーすべき領域は、はるかに狭いだろう。今後 GCAP、グローバルコンバットエアプログラムを推進する上で、日本、イギリス、イタリアの3カ国は、各々の国上で必要とされる能力を共通で開発される機体に、いかに反映させていくのかが問われることが予想される。また、現時点でも、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムに投下させると、予想されている開発費の総額は、およそ4兆円規模になると揉めされており、一時は、その中で、日本とイギリスが 40%、イタリアが 20% の割合で負担するとも報じられた。この報道は、イタリア側がすぐに否定するコメントを発しており、これは多分に対等な関係で、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムを推進しようとの政治的な意図を持った対応ではないかと、個人的には感じた。仮に、この報道が事実であるとするのならば、日本は、少なくとも、およそ1兆7000億円もの巨費を投じることを余儀なくされるが、事実紙開発の主体を担うで、あろうイギリスの BAE システムズ社は、デジタルエンジニアリングの採用で、費用の低減が可能とは述べている。